約1200年前の高速道路が画期的だった理由とは。タイムスリップ。こんにちは、YouTube です。今日はですね、お遍路さん、お四国参りの休憩所のですね、撮影をしていこうかと思うんですけど、皆さん一度はお四国参りの話、何かしら聞いたことはありますかね。休憩所を管理する方にお話を伺えたので、そちらの映像をご覧いただきたいと思います。ではその場所までですね、行ってみましょうか。撮ってますね。ここが休憩所の入り口で、これが遍路道の旧街道というのを、これが遍路道旧街道ですか。これですか。これがすごいですね、うん。普段こっちの道ってやっぱりお遍路さん通らんのよ、知らんのよ。ああ、ここに国道があるから、でお遍路さんの地図みたいなのがあるけど、はい、多分旧街道は出てないと、はい、地図に旧街道が出てない、うん、出とるとこと出てないとこがあるんで、はい、多分ここは出てないんじゃないですか。あ、そうなんですね、うん、結構まあ日本人より外国人の方の方がよう調べて近所は、うん、そう知ってるんですよ。そうそう、あの人たちはなぜかで僕ら、はい、ここら辺近辺の人がもうここが遍路道の土佐街道いうっていうのを知らん人もいる。あ、そうなんですね。地元の人でも、はい、で土佐街道は土佐街道知っとるけど、遍路道と被っとるいうのは知らない。ああ、なるほどですね、うん、でこれがずっと土佐街道。ああ、だから昔の高速道路。昔の高速道路ですね、うん、あ、とっても分かりやすいです。そうそうそう。でここを牛車や馬車や、はい、荷物積んで、はい、松山から、はい、熊の商人や商人が、はい、三坂峠を越して、ああ、ここから三坂峠を越して、うん、かなり距離ありますよね。そうそう。で三坂峠から九谷に降りる鍋割坂とかで急な斜面があるんだけど、はい、そこら辺を通るときに、はい、歌ができた。三坂孫歌という三坂孫歌という、うん、歌ができたんですね。歌ができたから、うん、はい、三坂、雨すりゃ、雪降りゃ、かかる、喉で妻子が泣きかかる、私も若い時は、どこまで通った、高いの河原で夜が、むごいもんぞや、熊山孫は、三坂、よう出て、よう戻る、前を歩けよ、靴、打てば、仮装、帰りや陶器に見てこわそうという。あ、孫歌では日本の、はい、3本か5本の指に入る、はい、うん、そっちの好きな人は、あ、孫歌としてはいい歌なんや。ちょっと調べてまたそれを概要欄に説明欄に載せておきます。三坂孫歌ここにあるよ。あ、あります。この道をどうせ通るんだったら時間がある人ここ通って、はい、ああ。その頃に、はい、濃厚で使い寄った、はい、ものがここ。その時に濃厚で使い寄ったものが、あ、結構残ってますね。月、あ、馬や牛、はい、につけて田んぼ引っ張るようなイメージで田んぼを起こしよった。はこんなの実際博物館とかにしか今置いてるとこない、見たことないですね。けどまあそこそこあるけど、ね、あるもあるんですね、うん、残っているは残っている。うん、でこうやって掃除しよったら出てきた。あそれもすごいですね、うん、この時計とかこの時計は僕が、はい、結構古い時計なんで組み立てた。あ、組み立てバラバラになった。あで、こっちはこれは農機具、昔農機具、戦後使い。これはお米かなんか。これは豆とか、ね、豆選別機。選別機、この中に豆を入れて、で
手動で回して、あ、風を回して起こして、あ、風で回して分別すると、そしたら重い豆は下へ落ちてくる、はい、豆の皮とかゴミは風でこっち飛んでくる、はい、すっごい。これは小学校なんかでも習ったわいな。これは千箱、こう稲を置いといてずっと引っ張ったら向こうに稲が、あ、見たことあります。小学校これで、うん、こうかけて刺したら稲が全部取れるってやつですね。あ、これは知ってますよ。小学校の社会科なんかで、はい、習いました。確かに習いました。これが現代版の元の、はい、コンバインド、昔のコンバイン、すごい。これちょっと今ですね、休憩所の中に入ってきました。こちらに見える地図をですね、ご主人さんの方に簡単にですね、説明していっていただきたいと思います。ではお願いします。はい、今ここが現在地で、現在地はここですね、この場所ですね、はい、で皆さんが今お遍路さんが通っているのが国道のグリーンの線の33号線を通っておりますが、はいはい、昔の良き道、古き道を通ろうと思ったら、この現在地から、はい、この建物の脇を通って、はい、こういう風な昔ながらの土佐街道、はい、土佐街道が今の遍路道です。と今の、はい、かぶっとる、かぶっているというのがこの辺の場所です、はい、でずっと歩いていくと昔ながらのメインストリート、はい、舗装にはなってますけどが、これが昔の 旧の土佐街道、はい、でその中には、要所要所で、書道の大家の三和田米山さんの、はい、書の石碑なんかがあったり、はい、地元の船山城といって、はいはい、お殿様のお墓が近所にあったり、はい、夜は、昔あった城屋と、はい、が家の近くにあって、今は夜ろうそくを灯しております、はい、はい、ずっと歩いていくと最終的に国道33号線の方へ出るんですけどが、はい、その途中には、六地蔵さんがあったり、あ、六地蔵さんですね、こういう遍路道がやっぱり昔ながらのが残ってて、はい、ここはちょうど、はい、松山の筋からちょうど6里の場所、24キロ地点ということで、はい、町の文化財になっている六里石と常夜灯がこんな感じで残っとる場所です。ちなみにですね、六地蔵さんの意味を多分知らない方いらっしゃると思うんですが、私のイメージとしては、まあ、そこにお墓が墓地を守る六地蔵というイメージがあるんですけど、私の解釈で合ってますでしょうか。大体合ってます。あ、ここはちょうど共同墓地なんです。あ、裏が共同墓地なんですね。で昔はこの六地蔵さん共同墓地の奥の方にあったんですけどが、はい、皆さんに見てもらってもいいかないんで、はい、立て直して境道の前に、あ、ここに、あ、今映ってましたね、すいません、こういうことですね、はい、あ、で皆さんもお守りしてくれたり、はいはい、お墓の方もお守りしてくれてるという場所ですね、はい、それで先ほど聞いたんですけど、この旧道っていうのは昔の高速道路、言い換えたら高速道路ということですね。松山高知のメインストリート、はい、松山と高知のメインストリートですね。それが今の33号線のことです。すごい歴史を感じますね。ここが松山で、はい、ここをずっと通って今の33号線はここからこっち行きますね、はい、だけど昔はここから旧の三河村の方行って、はい、そして、山の中通って高知の方行くというふうに、昔でこれ見ると熊観道、うん、というふうにやってます、ね、はい、ちょっと漢字、読み方がまた全然違いますね、はい、ただまあ一般的に土佐街道と言われる道、はい、この黒くなっているところが昔のこれメインストリートですね。これ四国っていうことは今の高速道路と似てますよね。 X ハイウェイのような、そうですね、今これがちょうど昔の今の高速道路ですよね。ああ、四国、ジャンクションから入って高知に行ける、はい、概ね似てますね。似てますね。なんか不思議な感じを私は個人的に受けます。ただの道じゃないという、
いう思いが今頭に浮かびました。あとここですね、はい、本当にただの道だけだけど、はい、通る人の思いによっていろんな道に変わっていきますよということで、あなたが通った後はどんな道、はい、この道はただの道、ここ料金もいらないただです。料金もいらないただの、はい、それからただの地だけど自分の思いでどんなにでもなる道です。あ、自分の思いでその道は変わっていくよということですね。それを経験してもらったらいいかなという、はい、そこでまあ休憩してさあ出発しましょうという場所です、はい、あ、いいですね。で、ちなみに今日は顔は皆さん映せないんですけどバーベキューの場所として今日は使っております。普段は大江野さんが休憩する場所となっていますが、今日は限定で バーベキューする場ということで今日は使っています。場所を提供、あくまで場所を提供ですね。ただ、お水とかお茶とか自分たちの思いで可能な範囲は提供しています、はい、場所だけです、場所を提供ですね、お接待は基本的にお断りはしておりません。ありがたくお受けするのが、マナーとなっています。お礼にですね、南大診療金剛と唱えて納め札を手渡すのが作法とされていますが、とっさに反応できなければ心からの感謝の言葉を述べるだけでもいいでしょう。